どうも、こんにちは、K です。今日サブ一発目のテーマは、ザラってもう AI デザインとかで良くないですかあー、まあ、確かになー。そりゃそうだね。確かにそうなんだけど、要は商品開発部とか、企画とか、そういう人たちの職を奪っちゃう可能性があるから、ザラぐらいの大きな、 結構こう会社になると。まあザラって結構、まあああいうことやってるけど、あのね大量生産でってやってるけど、裏では結構スペインの大きい会社のところであのサステナブルを割と本当に心がけてたりとかっていう動きも実際はあって、割とこう社会性というか社会から見てどうかみたいなところをものすごく考えてる会社だと思うので、そこで AI にやって で、AI で、まあもちろんね、その業務が簡易化するっていうのは、まあこれから多分どっかで出てくるとは思うけど、まあでもそれによって多くの人たちの職を奪うみたいな形になるんだったら、まあ入れないという可能性もあるかもね。AI をね。別に入れてもいいんだけど、僕らからすると別にね、AI でやろうが、人の手で考えられようが別に全然どっちでもいいんだけど、まあでも、 うん、まあその、経営陣とかからすると、もしかするとそういうところを考える。まあ AI 入れたってなると、まあじゃあそういう人たちってリストラされたのかどうなのかみたいな。そういうのもなんかまあ、あれぐらいの規模の会社になるとありえなくはない話じゃないですか。そうだから、まあ上手いこと入れればね、AI をね、入れれればいいけど、なんか人の職を奪うようなことになっちゃうと、 というのが理由でもしかしたら今入れてないとかっていうのもあるのかなみたいなのはちょっと思いましたね、今ね。はい。次、マッチングアプリに課金するのは秋冬の服のために貯金するか迷っています。普段出会いがない環境で生活してるので、前者の選択もありだと思いますが、やはり校舎よりに考えています。計算ならどうしますかそうだね、マッチングアプリってさ、まあ、僕登録したこともないし、やったことないからあんまり詳しくないんだけど、大体いいさ、3、4000円ぐらいとかであまあ、5000円いくかいかないかぐらいじゃないですか月額って。 って考えたら、例えばだよ。例えば、秋冬、じゃあ、まあ秋冬までに逆に彼女作るとか、いい出会いを見つけるっていうのを目標にしたときに、まあ今も八8月でしょ。じゃあ、例えば仮に2ヶ月でも、まあ3ヶ月でも、えー、じゃあ登録すると。それたったマックスじゃあ5000円だとしても月額ね。まあ1万5000円しかかかんないわけ、じゃん。1万5000円さ、秋冬用に貯金したところで、なんか変わるって僕は思っちゃう。まあ変わるんだけど、変わるんだけど、 まあなんか、消費税分ぐらいだと考えれば、そんな大した額じゃないじゃん。だから、シンプルにマッチングアプリに、月分かんない、そのすごい高いのはあるのかもしんないけど、ちょっと僕分かんないけど、まあ3、4000とか5000円ぐらいで課金をする。で、そっちはそっちで、プライベートをね、充実させるために、いろんな人と出会って飯行ったり、飲んだり、友達作ったりとか、別に彼女のね、できたりとか、まあそういうのあるかもしんないけど、まあそれ充実させて、で、それで残ったお金で、シンプルに貯金をしていくで、 いいんじゃない毎月例えば、仮に5万円貯金するのと、4万5千円貯金するのって、そんな変わんなくないうん、あの、長くなれば長くなるほど変わるんだけど、まあ例えばもう今年中にちょっといい出会い見つけるとかっていう目標設定をして、まあだから3ヶ月ぐらいだけ課金しようとか、まあそういうのにしてさ、契約しちゃえば、そんなになんか、やばい貯金できなくなるって額ではないと思う。これがね、月3万とかかかるとかだったら、 3ヶ月で10万回いやまあ分かるなっていうのはあるけど。 一万五千円仮に三ヶ月で失ったからといって、そんな変わんなくないって僕は思っちゃう。僕は割とそういうところルーズというか、なんかその五千円とかで渋ってなんかだんのっていうふうに思っちゃうと、今五千円使うのと、なんか貯金しとくのって、五千円口座にあったからってなんか変わるって、僕は結構思っちゃうタイプなので、あの、こういう提案をしてるんで、もちろんお金にシビアな方とか、ちゃんと節約すごくしてるとかっていう方は、いろいろ考えるんだと思うんだけど、僕の答えで言うと、どっちもや やっっちゃえばっていううのは思うけど早いこといい出会いを見つけてマッチングアプリをやめてうんで充実プライベート充実した中でさらも貯金もするっていうまあそれでいいんじゃないまあ彼女とかできると結構お金使う場面も出てくるかもしんないけどまあそれも人生じゃないうんそういう時も人生というかそれも後々なんか人としては経験になってくるしっていうのは思いますね。 うん、はい。そんなとこですね。はい。次。えー、っと、髪を伸ばしたことありますか髪を伸ばす過程にあるダサい時期をどう乗り越えたらいいのか教えてほしいです。我慢といえばそうだけど、キャップ被ってもボリュームが気になって仕方ないです。これなぁ、まあ、これはね、僕ね、ないんですよ。あの、髪の毛をこう、しっかり伸ばした襟足がこう、長いとか、そういうことってほんとなくって、あのー、まあ、ただね、これあの、髭とかも一緒だよね、理論としては。明日起きてさ、 割と理想でこうなんかサッカー選手みたいにこう顎のラインガー耐えて耳に繋がるぐらいなんかこうあってさ渋い感じになったらいいんだけど。 じわ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 ってなるじゃん。髭もで。髪の毛も、本当はこう伸びてほしいのになんか再度伸びてきて、どんどん膨らんでくるとか。なんか結構いろいろあるから、あの、何かを伸ばすことってめっちゃ難しいよね。で、僕は思う。だからもう僕はない方がいいタイプ。もう髪の毛もがっつり定期的に刈り上げて短くして、短いのがいいし、髭とかももちろんあるのがいい、なんていうの好きだし、いつかは僕も髭あるスタイルやりたいなとか、ちょっと思うところはあるの、ねまあ、時 もあったりするぐらいなんだけどでもなんか、うん、もうやっぱじゃあいざってなったらもうガって反っちゃうからまあ、結局だからない方がひげはねそのやりたいことがあるから脱毛まではやんないけどんまあこれ難しいんだよねだから結局髪を伸ばしてる人ってあのトータルで見ると少ないんだと思うよこれは僕は思うだってあの途中のなんか絶妙な長さの時もうめっちゃダサいじゃん そうだから、その辺はね、ちょっと、まあもちろんキャップとか、ね、ニットキャップとかそういうので隠したりとか、まあ例えばなんか中にはね、なんかこう結んだりとかさ、なんかいろいろやる人いるけど、 まあ難しいよね。これはね、人間というかもうね、そういうもう生き物ですからね。我々はね、これはね、わかる。ヒゲもそうだよね。ほんとそれはわかりますね。はい。まあキャップとかで我慢とか、そういうことをするしかないんじゃないですか。はい。え次が、いいブランドでもインスタの投稿、ストーリーがダサいと何かなとなります。物がいいなら良しとするべきですよね、やはり。あー、なるほどね。まあ、 僕はそっち派かな。いろんな考え方があると思うけど、僕はそっち派で、まあ、インスタの投稿でなんか左右されるのってどうなのって思っちゃうから、まあ僕自身がそんなにね、インスタの投稿あんま見てないんですよね。まあもちろん、いろんなメディアを調べるから、そこで出た情報があって、例えばこのブランドがこんなのを発表とかってなれば、じゃあどんなの実際出てんのかなって言って、まあインスタグラム見に行って、 でまあそれが出てないかとか調べたりとかまあ、そういうのするのにブランドのインスタにまあそのアクセスすることっていうのは、まあ、もちろんねあの動画作りの中であるんだけどじゃあ本当に僕がなんか日常的にインスタグラムでいろんなブランドの投稿を見てるかっていうと全然見てなくってほとんど K のファッションベアのあのアカウントでログインしてるからあれフォローゼロなので。 僕はあの、誰の投稿も基本あんま出てこないんですよ、要は。まあ、なんか自分のページと、あとはまあストーリー載せたりとか、ほんとそれぐらいしかやってないから、あんまりチェックしない派なので、僕はね、そもそも。なんか僕の意見で言うと、そこに影響されて、ブランドに対してどうのこうの感じるっていうのは、せっかく物がいいのにね。あなんかもったいないというか、うん、かなってのは思う。ただ、 なんて言うかなうーん。まあ、一部わかるところもあるというか、結局やっぱ今の時代ってブランドをどこで感じるかっていうと SNS っていうのがものすごくでかいわけですよね。これはもう皆さん当たり前にしてると思うけど、その中でインスタの投稿が微妙とか、ダサいとか、雰囲気があんま良くないとか、そう感じるともそれが直接ブランドイメージにつながるから、そこの影響でそのブランドのことが嫌になったりなんか冷めたとか、別にかっこよくないなと思い出したら、まずそれはそれなのかなってのは思う。 今の時代のブランドイメージだとは思うからもうねだいぶ前だったら考えられないことですけど今インスタから世界観を発信してたりもするのでまあなんか僕個人的にはいやいやそのインスタ程度でって思うけどまあ今の時代を考えるとインスタからマイナスイメージを感じたらそのブランドにマイナスイメージを持つっていうのはまあある流れなのかなっていうのもちょっと今同時に。 感じましたね。これ難しいとこですけど。うん。まあ、物がいいならね。っていうのは僕は思いますね。はい。じゃあ今日はそんなところで以上にします。皆さんご清聴ありがとうございました。バイバイ。